エンリケッセサル・ゴンザレス・ルーゴは、ベネズエラのボリバル州出身のプロ野球選手。1998年10月30日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約。2006年5月28日、メジャーデビューを果たす。同年は、先発18試合を含む22試合に登板した。2007年9月17日に、ウェーバーで、ワシントンナショナルズへ移籍。 2008年2月5日にウェーバーでサンディエゴパドレスへ移籍。11月3日に FA となった。2008年12月10日にボストンレッドソックスと契約。2009年開幕前の3月に第2回 WBC のベネズエラ代表に選出された。3試合に登板し1勝1ホールドを挙げた。シーズンでは10月6日に FA となった。 2009年12月4日にデトロイトタイガースと契約。2010年はリリーフで18試合に登板し、防御率3.81の成績を残す。10月5日に FA となったが、11月20日に再契約した。2011年は8試合の登板に止まり、防御率10.00と打ち込まれてしまった。11月2日に FA となった。 2011年11月8日から埼玉西部ライオンズで入団テストを受け、紅白戦では時速149キロメートルを計測し4位三振を奪った。この時テストを受けた3投手の中で唯一合格し、12月17日に西部と契約を結んだ。2012年は当初、先発に転向する牧田和久に代わる抑えとして期待されたが、 初登板となった3月31日の日本ハム戦でセーブ機会に失敗し敗戦投手となるとその後も不安定な投球を繰り返し4月30日のオリックス戦でアーロム・バルディリスにサヨナラ本塁打を打たれ5月4日に2軍落ちしたその後抑えはゴンザレスと入れ替わりで昇格した枠井秀明が 前年の牧田と同様先発から転校して務めることになる。枠井が登録抹消されたのを受けて5月22日に再昇格し、リリーフで3試合に登板するが、ここでも結果を残せずに、再度ドに軍落ち。その後は先発として調整して7月14日のオリックス戦で初先発し、5回1失点で来日初勝利を挙げた。この日は、 ゴンザレスの誕生日であった。その後も先発で2試合に登板したが、8月5日に、ホセオーティズとの入れ替えで、登録抹消されてからは一軍出場はなく、10月1日に、戦力外通告を受けた。10月9日、自由契約公示された。2013年開幕前の3月に、第3回 WBC のベネズエラ代表に、 選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。その後、メキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズと契約を結んだ。2014年は、イタリアンベースボールリーグのリミニベースボールクラブと契約した。オフには、母国ベネズエラのウィンターリーグリーガベネソラーナで、ベースボールプロフェッショナルのティブロネスデラグアイラに参加した。2015年2月12日に、 トマッシーパドバと契約するも、同年限りで対談した。オフは、ベネズエラのウィンターリーグでプレー。ありがとうございます。